イチローが野党とマスコミを批判、本当にバカらしい。11月26日に行われた安倍首相とイチロー選手との会食の中で、イチロー選手が日本の野党やメディアはひどい。桜を見る会よりも米中貿易摩擦とかもっと大事な問題があるでしょう。海外から見たら本当にバカらしいと発言したことが。 明らかになりましたこちらイチロー選手のおっしゃる通りなんですが現在もおかしな野党は桜を見る会のみを国会で扱おうとしておりそういった中で国会の会期を40日間延長するように要求してしまっておりますが国民はこのような 形で国会が妨害されたり国会の会帰が延長されることは望んでおりませんのでぜひともおかしな野党の国会議員の皆様にはしっかりと政治を仕事をしていただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました